どうもね。今日は先日買ったカブリオレのメンテナンスリセットの方法を紹介します。納車された時は気づかなかったんですけれど、少ししたらね、メーターのところにメンテナンス B って出てたんで、すぐ消えるのかなと思ったんですけど、まあ、全然消えなかったんで、車へ持っていかなきゃダメかなと思ってたら、どうやらこのメンテナンスリセットをする方法があるということなので、やってみようと思います。本来ならこの作業を行うのはディーラーなどで点検を受けて表示を消してもらわないとメンテナンスパックの保証が効かなくなってしまうので、私のように中古で買った方やメンテナンス保証の切れてしまった車両の方が安全です。もちろんこの作業は自己責任でお願いします。ボンネット、トランク、ドアが開いているとできませんので、閉めてから行ってください。やり方はブレーキを踏まずにエンジンスタートキーを1回押します。メーターは走行距離を表示しておきます。次にこの受話器のマークと左側の OK ボタンをポンポンという感じで長押しします。そうするとメーターがこのようになります。そうしたらハンドル左の上下のボタンの下でメンテナンスで OK するとアシストプラスイグニッションオンで起動。この時ブレーキは踏みません。するとメーターがこのように表示されます。そうしたら矢印でフルメンテナンスを選択して、で一番下のフルメンテナンス確認 OK するとこのように表示されてますので、はいにして OK。 そしたらこのような画面になりますので、確認にして OK。 フルメンテナンス完了って出ましたね。これでいいのかな、ちょっと確認してみます。あ、バッチリ表示されなくなりましたね。これで完璧、よかった。これでディーラーに行く手間が省けた。本日は以上となります。よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。バイバイ。